建築と自然っていうものの境界線を越えて今みんなこの場所にいるんだよっていうつながり感っていうんでしょうかね、違うアイデアをちゃんと持っててミックスされる感じがすごく面白いんですよね。場所場所でやっぱりふさわしい風景だったり形があるような気がするんですよね。建築なんだけれども同時にある種ランドスケープのようでもあったり、あるいは道そのものを作っているようでもあるし、建築物、ランドスケープ、あと街とか道とか丘とか自然とかですね、そういうもののこう境界バウンダリーがだんだんこう消えていくような、もっと全体がこう溶け合うような、そういう場所の作り方を最近は特にし始めてるかなという気がしてまして、5年から10年ぐらいの間にだいぶ自分の意識が変わってきてるところかなという気がしますね。場所場所で全然この文化であったり気候だったりその生活だったり風景だったりというのは違いますよね。でそれがすごく僕は魅力的だなと思っていて、そこにこう一つの藤本スタイルを無理やり持ってくるんではなくって、その場所場所からだからこそ生まれてくるものを発見する、そこがなんか魅力なんじゃないかなという気がしますね。建築物は人工物なんだけど、でも建築の中でこう体験する空間だったり歩き回る感じとかっていうのは自分の中では自然の森に近いなと、ね、その意味ではずっとこの自然と建築物の間のこうバウンダリーをこう取り払うというか、それが溶け合うっていうのはずっと考えてたことですね。建築っていうのがいわゆる建物だけを指しているわけではなくなってくるんじゃないかなと思っていて、建築と自然っていうものの境界線を越えていくものでもあるし、それから建築、都市、道、ランドスケープ、森、いろんなものの境界線を越えてもっともっと混ざり合う何か不思議な存在になっていくんじゃないかなという気がしますね。遺跡みたいなものってやっぱ僕はすごく憧れるんですよね。で建築のこう強さっていうのはやっぱり1000年経った後遺跡のようになったとしてもそこにこう魅力的な場所があって、で人を引きつける何かがあってっていうところにもしかしたら根ざしてるのかもしれないですよね。あれは、まず万博っていうのが面白いなと思って、そんな時でもやっぱりみんな集まってその違いを楽しみながら一緒に過ごすっていうことは僕はすごい価値があることなんじゃないかなと。でそのための場所をどういうふうに作るといいのかなと考えた時に、まず世界中が集まってくるからここに今みんなこの場所にいるんだよっていうつながり感っていうんでしょうかね、世界がつながって今共存してるんだっていう感じが、あとはあの会場の写真なりパースなりを見た、本当に会場には来れないけれども地球の反対側にいる子どもたちとかお年寄りとかいろんな人がパッと見た時に今世界があそこにいるんだねっていう風になんか希望を感じるような、そういう場所作りをできないかなと。でそうするとものすごくシンプルにこう丸この中に今世界中が集まってるんだよっていう面白いんじゃないかなと。みんながそこに集まってるんだけど、それはこう閉じた壁ではないんですよね。閉じた壁ではなくてむしろ開いた人々をこうウェルカムするようなリングでも、そこにいる人たちをこうつなげて一体感を作り出して、これからのまあ地球こう世界っていうのがどう共存していくのかっていうのをみんなで考える、そのための場所を作ろうとしてるんですよね。今ねあれです、東京、パリ、あと深圳にも事務所を作って、中国のプロジェクトやっぱり僕らにとってはとても大切で、建築に対するリスペクトとそれから期待感がすごく大きいなって感じるんですね。東京の事務所で今半分が外国人で、外国のスタッフも本当にいろんな国から来てくれてグローバルな感じで、場所が変わると建築の考え方も変わって、そうすると違う国から来てるスタッフはやっぱり違うアイデアをちゃんと持ってて、
ミックスされる感じがすごく面白いんですよね。まさに建築って小さなものから大きなものまで、で街を作るものまでどれも面白いですよね。もしそこにビジョンがあって、でこれからのこの未来を一緒に作っていこうっていうプロジェクトはどれも面白いですよね。どのジャンルのプロジェクトというよりは建築を超えて何だろう、広がりが出てきたり、ジャンルがミックスされていたり、そういうものっていうのはやっぱりこれからますます魅力的になってくるんじゃないかなっていう気がします。